人は死んだらすぐに天国か地獄に行くのか。聖書はこれらの疑問にはっきりと答えを出しています。すなわち、主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下って来られる。その時、キリストにあって死んだ人々がまず最初によみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会い、こうしていつも主と共にいるであろう。だからあなた方はこれらの言葉をもって互いに慰め合いなさい。テサロニケ人への第一の手紙4章の16節から18節。この聖句の中にはキリストにあって死んだ人々、つまりキリストを信じて罪を悔い改め新たにされた人々が、キリストがよみがえったのと同じよみがえりの経験をするとあります。もし人が死んですぐに天国や地獄に行っているのであれば、このよみがえりの経験をするとの聖書の約束は何の意味もなくなります。それでも多くの人々や聖書を知っているはずのクリスチャンまで、人は死んだらすぐに天国か地獄に行くと考えていますが、おそらくそれはルカによる福音書16章からの教えから導き出された思想だと思います。そこで今日はこのルカ16章について学んでみましょう。ルカ16章には2つの例え話があります。一つは主人のお金を横領したことがバレた会計係の話、もう一つは金持ちとラザロの話です。しかしこれらの2つの例え話にはある特徴があります。それは正直聖書の他の教えと全く調和しない頭をかしげる例え話であるということです。最初にまず横領がバレた会計係の話では、この盗みを働いた者があることで褒められるのです。それは横領がバレて自分がクビになった時のために他の人たちに恩を売るということです。皆さんはこんなことが褒められることだと思いますか？ほとんどの人がこんなことを聖書で推奨するなんてわけがわからないとなるのではないでしょうか。実はこの話には裏があります。それはこの話を聞いているのは主税人たちであったということです。彼らはこのキリストの例え話が自分たちが普段からやっている不正の習慣の話だったので、とても興味を惹かれて耳を傾けました。そしてその中から救いを見出す機会を得たのです。つまりキリストは彼らの不正を私たちに推奨したのではなく、主税人である彼らを救うためにあえて彼らの間違った不正の習慣の中からでも彼らに教訓をお与えになったのです。それはこの世のためではなく、天の見えない価値あるものに備えなさいという教訓と、自分のために横領するのではなく、むしろ将来に備えて施しをしなさいという教訓でした。多くの主税人たちはこの例え話から救いを信じて、これらの教訓を受け入れたのでした。さらにキリストはこのような知恵によって続けて話されるのですが、それが金持ちとラザロの話なのです。この例え話はある金持ちが自分の家の前にいた貧乏人のラザロ、これはベタニアのラザロとは関係ありませんが、この貧乏人のラザロに全く無関心で何の施しもしないまま死んで地獄に落ちたという話から始まります。そしてこの金持ちは
あまりにも地獄が苦しいので、天国にいるアブラハムに、貧乏人のラザロを自分のところに助けに来させてくださいと願うのですが、断られます。そこで彼は、せめてラザロを自分の生きている親族に遣わして、彼らが自分のような大変な思いをしないで済むように、ラザロに忠告させてくださいと願います。しかしアブラハムは、彼らがモーセや預言者の教えに今従うつもりもないのであれば、ラザロの霊を使わしても同じく聞かないはずだと断られるという話でした。ここでキリストは、先ほどの横領した会計係の例え話と同じく、当時一般的に信じられていた人が死んだらすぐ天国に行ったり地獄に行ったりするという教えを訂正するよりも、むしろそのような間違った理解の中であっても、彼らにとって今一番必要な教訓を投げかける必要性を感じておられたのです。この金持ちとラザロの話は、人の救いは持ち物によらないということ、そして生前の生き方が永遠の運命を決定するという教訓を与えたのでした。このようにルカ16章の2つの例え話は、特定の宗教観の中で特定の立場の聴衆に向けて語られたのでしたが、それを現代の私たちにそのまま当てはめると、人間が死んだらすぐ天国や地獄に直行するという教えになってしまうのです。確かに聖書の中には理解するのに非常に難解な箇所もありますが、それらを理解する上で次の点に気をつければよいかと思います。一つ、例え話が語られている場所、状況、人物について理解する。二つ、例え話は通常特定の教訓のためのものであり、それが教理を確立するものではない。三つ、例え話は真理の一部であって真理そのものではない。四つ、例え話は特にユダヤ人の慣習と思考様式について知ると理解しやすくなる。5つ、例え話はその章全体の文脈の流れから教訓を得るためのものである。これらの原則を念頭に置いて、金持ちとラザロの例え話を学ぶならば、それが人が死んですぐに天国や地獄に行くという教訓のための例え話ではないのがわかります。